皆さんこんにちは、大和大宅の藤原です。はい、今日は北岡さん、何をお話ししましょうか。はい、今回はですね、以前藤原社長が X で、ドン・キホーテの創業者の方が発信をされていた毎年 110% の成長でも30年続ければ1兆円になるという投稿を X で引用されていたと思うんですけども、はい、その大和大宅の2040年の目標とその理由についてお伺いさせてください。わかりました。はい、そうですね、ドン・キホーテね、安田さんがな作った会社で、まあ、今ねもう1兆円超えてる、まあ、成長企業なんですけど、まあ、我々もね、当社大和在宅もドン・キホーテさんじゃないけど毎期ね、成長して、まあ、2040年に大きい目標を達成したいなと思ってますので、まあ、そこら辺詳しくお話しさせていただきます。まずは当社の2040年の目標について教えてください。はい、わかりました。2040年にですね、売上1兆円、経常利益1000億超えたいというのはですね、僕が創業時にですね、決めた野望でございまして、で今のところですね、創業から10年の目標、20年の目標、30年の目標ってこう作ってるんですけど、で今のところちょうど10年の目標っていうのは1年前倒しで達成して、で20年目に立てた目標もおそらく2年ぐらい前倒しで、2、3年かな前倒しで達成できるんじゃないかなというふうに思ってますので、それがまあ私が2040年に叶えたい、まあ、数字的な、まあ、目標になってます。はい、今お話で創業時にこの目標を立てたというふうにお伺いしたんですけども、なぜこのような目標だったのか。まあ、孫さんじゃないんですけど、まあ、孫さんもね、創業時に社員数名の前で我々も豆腐屋のように売り上げをこう1兆2兆と同じように言えるような会社にするんだっていうふうにこう創業初期から、まあ、おっしゃっていたと聞いてますけども、まあ、私自身もですね、その起業した時にそれらの会社の規模で創業社長として一生安泰みたいな、そういう企業の仕方というか目標は定めてなくて、日本を代表する企業にしたいというふうに思ってたんですね。まあ、それは上場するかどうかは置いておいてね。でその日本を代表する企業っていうのをこう定量的に表現するならば何なんだろうって考えたら、売上1000億、まあ、知る人ぞ知る大企業かもしれんけど、日本は代表してないなと。1兆円ってなるとなんか日本代表してそうでしょ。はい1兆円まで行くともなんかね、はい、1兆円企業ってなんか日本代表してそうじゃん。はい、それあのそういう理由です。やっぱこの大きな野望や目標を口で発信する方は結構多くはないですけども、いろんなこう藤原社長って本当にそこに対して目指されてるじゃないですか。そうです。でそこに対しての野望への熱量であったりとか、その果てしない目標へ その執着心みたいなのは、創業時から何であったのかすごい聞けるんですか。それってなんで生きてるんですかっていう質問みたいな感じに僕は聞こえるんですけど、経営者によっていろんな目標あっていいと思いますけど、僕の場合は起業するからには日本を代表する企業にしないければ起業した意味がないよねっていう感覚で起業してますので、だからまあその掲げた目標に対してまあ毎年前期よりも成長しなければそれ目標当然達成しないし、であるならば毎日毎日どう行動するかみたいな、行動が決まるわけなんで、まあ、それを淡々と外野の声に惑わされずに粛々と毎日こなしてるというかね。なるほど。っていうだけです。なるほど、はい、うん、今粛々こなされてるみたいな話だったと思うんですけど、2040年結構こう何十年後っていう目標で遠いなっていうふうに思うんですけど、それまでに僕その2040年の目標を達成するために具体的な計画であったりとか、はい、いつもこう行動として追われているものとかあればお伺いしたいです。まあ、僕らのね置かれている業界っていうのが、まあ、不動産業建設業になってますので、商品の単価がねやっぱりでかいので、業種的にはリアリティは持って1兆円っていうのを言えやすいかなと思ってます、はい、で具体的にはですね、僕らってあの創業時は、大体3億円ぐらいまでの中古のアパートマンションを扱ってたんですけど、でそれが今だと20億30億ぐらいまでの1軒あたりねもう物件をこう開発とか扱えてます、まあ、もちろん既存事業である3億円の物件1億円の物件とかもやるんですけど、つまりこれ会社がどんどんこう大きくなってくると、創業時に扱えなかったような規模とか種類、不動産の種類、建築の種類っていうのをこう幅広く展開できるようになるので、
まずはいろいろな多様な種類、例えば建築事業参入した時は扱ってなかったんですけど、新築の一棟の RC マンションの開発と建築もやるし、今だとビルとかね、新築中古のビル一棟のね、ビルもやるし、ホテル、これビジネスホテルとかね、旅館とか、まあいろいろあるんですけど、もうやる。あとはまあもうちょっと会社が大きくなれば物流施設とかね、まあちょっとこの10年後とか物流施設の市況がどうなってるか分かんないけど、物流施設、データセンターとかね、まあ結局僕らに先行する財閥系デベロッパーとか、まああの大企業はいるわけなんですけど、彼らが今手掛けてる部分も僕らも手掛けながらシェアを拡大していく、シェアをある意味奪っていくっていうところ、まあ基本路線はそれになります。であとはエリア展開という部分でいくと、大阪で起業しましたけど5年前に東京に出て、去年名古屋出して、今年福岡出して、あと札幌、仙台、広島まで行くかですけど、まあ、国内においては都市部中心に多拠点展開をしていく。で今、まあ、ちょっといろいろやってますけど、このまあ海外の投資家の方々、日本の不動産欲しいよっていう方もいらっしゃいますので、その販売拠点とかその後の現地の開発含めた、まあ、東南アジアもしくは米国への進出、うん、まあ、そういった部分をこう複合的にこう同時並行に進めていくことで、まあ、売上1兆円っていうのは見えてくるんじゃないかなというふうに考えてます。でそこを実際にこう1兆円を目指されているっていうところだと思うんですけども、実際そういった海外の視野を入れてると思うんですけど、今の段階から具体的にこうクリアしていくといいますか、うん、KPI みたいっていうのはもう本当にもう毎年毎年40年まで作られてるとか、数字目標は作ってますよ。そこに対してあの毎期あの数字目標ってあるんですよ、ちゃんと、はい、うん、まあ、定期的にこう前倒ししたりとかいろいろやってるんですけど、はい、うん、基本的には毎期毎期の数字目標っていうのは、もう決めてるんですね、 Excel でね、ちゃんとバチッと作ってます、うん、はい、じゃあ30年後にこの事業で具体的にこれぐらいの売上利益をやるっていう、そこまでの解像度は今持ってないです正直、うん、今だいたい向こう3年は具体的にこの事業は東京拠点でこれだけの売り上げというか、まあ、あらりなんだけどね、あらりと利益になるっていう、これは全部決めてます。なるほど。だから向こう3年は具体の、まあ、KPI、 その KPI って僕らって何かというと、例えば開発の棟数とか、まあ、販売棟数とか、はい、あと受注棟数とか、あと賃貸管理の個数、管理個数、うん、まあ、こういったものが、まあ、主要な KPI になってくるんですけど、まあ、そこは全部決めてます、はい、なるほど、うん。今お話をお伺いしていて思ったのが、藤原社長みたいに大きな野望を持ってそこにこう向かっていこうというタイプと、なんか今を大事にしようという経営者のタイプの2タイプが、まあ、あるでしょうね、うん、でそもそもこう視聴者さんでこれから起業したいとか、まあ、起業したての時ってどっちが正解かわからないから結構迷ってしまったりとか、なるほど、あるかなと思うんですけど、そういう時って藤原社長がまずはこうどっちに決めた方がいいよみたいな、あればちょっとお伺いしたいです。どっちもですかね。おお、まあ、僕もいろんな方見てきて、大きい野望を掲げながらも足元をついてなくて、なんかいろんな事業に手出してなんかふわついてて一個にどれもマネタイズせずにずっとくすぶってる経営者もおれば、大きい野望を抱かず、まあその短期的な視点で毎期やるっていう人もいるんですよ、うん、でもそれだと社員たちとか、まあ社会から見た時に僕らの会社ってどこに向かってるのっていう、その社会とかに対する存在意義って何なのとか、5年後10年後って会社がこういう状態になってて、その時僕私たちはこういう風な仕事をしているんだな、もしくはしていたいなって思わないと優秀な人間ってやめていくんですよね、ワクワクしないから。確かに、うん、だから野望を抱くのも大事だけど、野望を抱いて足元を軽んじるのもダメだし、野望を抱かず足元だけを固めるっていうのも違うので、うん、両方ですね。野望を抱いて足元を固めるように毎日頑張れよっていう、そっちですかね、うん、まあ、でも基本的にこれまで他の動画も撮ってると思うんですけど、事業計画というか経営計画っていうのはせめて毎年、うん、期末の、まあ、2、3ヶ月前ぐらいから、まあ、来期どうしようかなっていうのをちゃんと決めて、期末までにそれを定めて、でそれを期初の段階で社員たちに共有するべきです。うん、そうするとやっぱ社員たちにもこう頑張ってもらいたいじゃないですか、ってなるとやっぱり頑張る計画になるわけですよ。なるほど。うん、でそれがまあ会社によっては金融機関の説明資料にもなってくるでしょうから、
やっぱり毎期足元を固めるという意味では向こう1年間の経営計画っていうかね、まあ、何をしてどういう状態になりたいかとか数字的な目標とか組織としてこういうふうにありたい、こういうのは全部やっぱり毎年やるべきです。これがまあ足元を固めるっていう意味ですかね、うん、ただそれだと違う方向に行ってしまうかもしれないので、やっぱりこうさっき言ったで野望的な、まあ、別に1兆円じゃなくていいですよ、うん、ある程度具体性のある定性的な目標とそれを定量的に置き換えた時の目標、これに向かって足元を毎期毎期こうやっていくっていうと、まあ、ちょっとずつこうさっきのドン・キホーテの安田さんじゃないけど福利というかね、毎期 1.1倍でまたそれの 1.1 倍成長したと 1.1 倍となると2年前から比べるとね 1.121 倍なのかな、うんうん、になるじゃないですか、はい、それを繰り返していくことで会社としてはより良い方向に進むと思いますので、うん、質問の答えに対しては両方ですということです。なるほど、はい、ありがとうございます。先ほどこう野望というものはもう最初も決めの部分といいますか、創業時にこのため、まあ、起業するのはこの理由だよねみたいな意味で藤原さんは起業されたと思うんですけども、はい、実際今起業されている方でそういうものを見つけたいけどまだ見つけれてないなという方もいらっしゃるんですよね。あ、なるほど、うん、で結構そっちの方が藤原社長にガッて決められている方が少ないのかなと思いまして、うん、あ、そういうもんなんですか。そういう方も多いのかなと思うんですけど、うん、なるほど、うん、逆にそういう藤原社長が決められたきっかけとか、うん、それまでの会社にじゃないプロセスとかもしこうはあれば。なるほどね。結局多分これね、生き方だと思うんですよね。あ、なるほど、うん、生き方の部分でして、まあ、僕自身ちょっと振り返ると、まあ、今はね起業して、まあ、経営者やってますけど、その大学時代から社会人になる時のその就活時も将来社長になるっていう目標を決めたんですよね、はい、まあ、その前提で会社選びはしてきましたけど、でなんで社長になりたいかっていうと、やっぱりこう人金物というかね、それをこう動かして、まあ、社会に対して影響力というかいいことを、いいことというかね、うん、そういうのをしたいっていう生き方をしたいって思ったんですよ、うん、でサラリーマンとしては計3社ですけど、ちゃんとしたサラリーマンとして会社員として勤めた2社で、で中小企業ではちょっとここの会社の社長になってもあかんなと思ったし、2社目の財閥デベロッパーは社長になれねえなって思ったので、はい、だからまあ起業したんですけど、うん、結局それって手段がまあ会社員としてこう出世して社長になっていくのか、社長役になるのか、まあ、起業してやっていくのかっていうこと で目的は結局社会に対して影響力を与えるっていうことになりますので、結局その起業したその生き方が何なのかによるって違うと思うんですけど、まあ、ただ自分のお金儲けだけだったら多分野望というか目標とかこうなんかこうあるでしょ、ミッションビジョンバリューみたいな後で取ってつけたようなさ、うん、ああいうのやっぱり本当に社長そう思ってないでしょっていう、オーナー社長はね思ってないでしょっていうものやっぱなりがちなので、でもしその社長で、まあ、僕みたいなやっぱ社会にこういい影響を与えたいっていうふうに思うならば、うん、それ自体がやっぱり野望だと思うので、その本音のベースでどうしたいんですかっていう、まあ、もちろんね自分が止めないと他人に幸せを与えることは絶対できないので、まあ、まず自分が結果的に止めることにはなるんですけど、要はどうしたいんですかっていうのをこう内省してもらうことで、おのずとこうやりたいことっていうことのこう具現化というか定量化っていうのがまあ図れるんじゃないかなと思います。まあ生き方次第やね、うん、なるほど、難しいけどねそこね、はい、うん、はい、ということで、本日はですねドン・キホーテの安田さんのお話から、当社私が掲げる2040年のありたき姿についてですねアドバイス込みで、お話しさせていただきました。少しでもですね、皆さんのお役に立てれたら幸いでございます。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。動画の内容がよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。